こんにちは、霊仙です。今日は4月6日土曜日になります。絶食356日目ですね。天気は晴れ、いい天気です。睡眠時間は今のところ4時間半ですね、とっています。尿回数は2回、現在の時刻が午前9時20分ぐらいですね、22分ぐらいで、最近流れに任せる形で量が減ってきて3000ぐらいになってきてるもんで、まあゲームの恩恵が大きいけどね。ほとんど ゲームに集中してて飲む時間がないっていうのが、まあ実際のところだけどね。だけど、まあ、結果オーライっていうか、やっぱ流れに任せる感じでやってたら、そういうゲームに巡り合えて、そういう状況になって、結果の量も、ちゃんと減ってきてるっていうね。だから流れに任せるっていうのがやっぱ大事なんだなっていうふうに今感じてる、すごく感じてるところだね。ということで、今日も流れに乗る形で撮っていきます。たくさん欲しいと思ったら飲みますけどね。また5000、6000飲んじゃうけどね。でもとにかく頑張らないでやる。やっていくんで。ですね。そしたら、絶食356日目始めていきます。そしたら今日の1杯目作っていきます。カゴメの野菜生活100グリーンスムージーですね。これから、朝、できたら朝と夜は、夜ラストだね。最初と最後は、トヤミックスがいいね。最近ラストのトヤミックス飲めてないけどな。朝よりもラストの方がむしろ大事なんだけどね、飲むのは。若返るのは夜中寝てる時に若返るもんで。で、キッコーマンの無調整豆乳ですね。で、250。今日はもうなんかすごくいい天気だね、春の、公園行きたい、公園か山行きたい、そしたらこれ飲んでいきます。で、オレンジ豆花作っていきます。ファミリーマートのオレンジですね。これを250、とキッコーマンの無調整豆乳を250、これ飲んでいきます。さっき買い出し行ってきたところで、これも買ってきたんで、スクイーズスクイーズのグレープフルーツだね。グレープフルーツ、これも飲んでいきます。230だったかな、230ですね。グレープとか作っていきます。ファミリーマートのグレープを250ですね。とキッコーマンの無調整豆乳を250。そしたらこれ飲んでいきます。アップルトーカー作っていきます。ファミリーマートのアップルを250と、今ちょっと寝ちゃいましたね。正確に覚えてないんだけど、30分ぐらいかな、多分30分ぐらいだと思うけど、無調整豆乳30分、確か3時ぐらいに編集やろうと思ってて、そこまでは覚えてるから30分ぐらいじゃないかな。
したらこれ飲んでいきます。でオレンジとか作っていきます。ファミリーマートのオレンジを250。編集終わってレンダリング入ったとこなんでゆっくりします。とキッコーマンの無調整豆乳を250。これ飲んでいきます。おはようございます。今午前10時44分ぐらいですね。そしたら今日もウイローリ3回やってから体重測定入っていきます。効率が増えてる。え、ウエスト測っていきます。正面、え、側面、68.5 かなですね。で血圧測っていきます。117/86です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は5時間とってます。午前1時半から2時までの30分間と午前2時半から6時までの3時間半とあと午後3時ですね。午後3時から3時半までの間、まあ大体ね、大体30分ぐらい寝てたんじゃないかなと思います。うん、30分ぐらいだと思うけどな。あんまりはっきり覚えてない、はっきり覚えてない。で合わせて5時間っていうところですね。で、ジョギングとウェイトトレーニングが今日もなしです。飲んだもの、野菜ジュースが 250ml、豆乳が 1250ml、で、果物ジュースが 1230ml ですね。このうちの230はスクイーズのグレープフルーツですね。を飲んでます。で、水は0です。で、合計が 2730ml で、水0のために実質も2730ってところですね。今日は、まあ一応2500は超えてるから、まあ休息日だね。休息日になるけど、まあスクイーズの230分だけちょっと出ちゃってるけどね。うん、まあでもこれならいいでしょ。全然いいでしょ。うん、っていうかね、体の状態もやっぱいいね。お腹空いてるけど。お腹空いてる。これラストを取ったのが午後5時半だからね。うん、5時半、それ以降、全く飲んでないでね。全く飲んでない。うん。だからもう、それすでに17時間ぐらい飲んでないのかな。どうだろう。そのぐらいかな。5時半。で、10時半でしょ。うん。12時間。プラス5時間で17時間。まあ、そんなもんですね。そのぐらい飲んでないって。だからまあ、ちょっとお腹空いてますけどね。
で、尿回数は9回と出てます。濃さは普通に薄い完全無色、かなり薄め。量は平均的な量でした。大便が0回ですね。大便は出てません。で、おならは日中わずかにあり、夜はなしってところです。匂いはなしですね。まあ、おならはほとんどない。まあ、この量だからね。おならはあまりないね。で、体重が 59.10kg ですね。マイナス 0.9kg の減少です。で、1kg 近く減ってるね。で、それで、計測時間が、午前11時10分頃に計測してるんです。で、昨日よりも2時間半ほど、遅い。遅いね。この分 0.25kg ぐらいは減ってるってことになるね。なので、まあ、0.65kg か。0.65kg の減少ってことだね。昨日と同じ時間に測ったらね。で、BMI は 18.7 でマイナス 0.2 の減少ですね。で、体脂肪率は 12.9% でプラス 0.9% の増加ですね。体脂肪率が 1% 近く増えてる。なんかね、飲んだものの量が少ない時だね。飲んだ量が少ない時に、割とね、体脂肪率は上がる傾向があるっていうのかな。そういうことが割と多いっていうか、よくあるね。そういうふうに数字がなんか上がることが割とあるもんで、やっぱこれ体の 体内の水分量がやっぱ下がると、それによって電気抵抗が変動して、で、実際の体脂肪率とか脂肪の分は変わってないんだけど、電気抵抗が変わるもんで数字自体は上がっちゃうっていう、そんなとこじゃないかなって思いますけどね。脂肪が増えるわけはないこれで体重も1キロ減ってるのにね。で、血圧は117-86。最高血圧が、プラス11ですね。最低血圧はプラス13だね。何これって感じだね。で、2回測ったけど、2回とも同じような数字が出たもんで、まあ間違いないと思う。今日なんかね、おかしいんだよ。体重はすごい減ってるのに、体脂肪率は増えてて、血圧も増えてるっていうね。量は、昨日が3000で今日は2730だから、まあそんなには減ってないけど、ただ今日は、昨日はラストが午後9時頃なんだよね。今日はラスト午後5時半だからね。まあその辺の影響があるかもしれないね。なんで、まあ夕方以降、半断食ってとこだね。半日断食みたいなもんだね。半日以上だけどね。17時間だと。半日以上だけど、まあほとんど断食みたいな状態になっちゃってるもんで、それが影響してる可能性はありますね。まあその辺だろうと思うけどな。で、脈拍87でプラス11ですね。でも断食やってた頃って血圧はね、下がっていってたと思うけどね。取る量がね、やっぱ少なくて断食状態になってくると血圧は下がっていくんだよ。100いくつみたいな感じ、最高血圧かもね。だから今日のこの数字でちょっとよくわかんないね。まあなんかでもたまになんか妙に上がる時があるっていうのかな。なんとなくね、なんとなくやっぱゲームの影響な気がする。やっぱ妙なちょっと高揚感っていうのかな。ゲームがやっぱ楽しいんだよね。楽しいもん で気持ちがちょっとなんか盛り上がってるっていうか、そういうのがあるもんで。なんかね、微妙に体もなんかほてってる感じがするんだよね。ゲームちょっと盛り上がってるとね。なんかゲームやってる人ならわかると思う。なんかちょっとゲームやってて楽しいとか嬉しいとか白熱したりとか、そういう時ってなんかちょっと汗ばんだり、なんかちょっと高揚感が出てきたりするよね。ああいう時っていうのはやっぱり血圧も上がるんだろうな。まあ、そりゃそうだって感じだけど。その辺がまあ影響してる気がするけどね。で、ウエストは 68.5 センチで5ミリの減少です。まあ、そんな感じだね。で、今日は気づき。まあ別に気づきという気づきもないんだけど、まあ今日は5時半、午後5時半以降全然撮ってないっていうのは、ゲームだね。ゲームずっとやってた。で、お風呂に入るね、タイミングすらなかったっていうね。もうずっとストラテジー、ほとんどチャットだね。仲間と、同じ、連盟の仲間と、チャット、ほとんどずっともうチャットやってて、
で合間にあの仕事をするんだ、ゲームの中の仕事っていうのかな。いろいろなんか設置したりとかねあるんだわ、うん、兵士育てたりとかね、資源をあの取りに行ったりとかね、いろいろやることあるんだけど、もうほとんどチャットだね。でまああの70人ぐらいいるもんで、うん、で70人のみんなとまあチャットで話するって。でまあ私がまああのほぼリーダーみたいな感じでやってるもんで、でいろいろあの、まあ、指示出したりとかするから、うん、風呂に入る時間もなくって、でドリンク作る時間すらなかったっていうね。気がついたらもう深夜0時回ってた、深夜0時半ぐらいにようやく風呂入ったかなって感じだったんで、まあ、ストラテジーはやっぱ面白いね。ああいうのが面白い、うん、であの MMORPG も面白いけどね、ギルドがあってでみんなとっていうのあるんだけどね、やっぱねあの MMO 以上にストラテジーの方が面白いね。やっぱうん、うん、いろいろあるからね、いろいろあるから、うん、MMO なんかだとまああの一緒にミッションこなしに行ったりとか、まあ、ギルド内のなんか討伐みたいなのもあったりするから、そういうのをまあみんなでやるとか、あとはまあちょっと軽くチャットをみんなで話したりするってもあるけど、まあそのぐらいなんだよね、うん、まあまあでも最近はあのちょっと戦争形式の MMO なんかもあるけどね、まあそういうのだともうちょっと面白いかもしれないけど、うん、なんかでもねあのうん、やっぱ今までいろいろやってきた、やってきたんだけど、で最終的にねやっぱ一番面白いのはどれかって言ったらストラテジーだね、ジャンル。まあ好みもあるけどね、絶対好みあるけど、まあシミュレーションが好きっていう人もいればシューティングが好きっていう人もいるだろうしね。でも一番面白いなと思ったのは私はストラテジー、うん、ですね。でこれのおかげかな、おかげでまああの今日は2730で済んだってところだね。うん、まあやることなくてつまんなかったらどんどんドリンクガンガン飲んでで終わってたと思うから、そうするとまた5000-6000いっちゃってただろうしね。ここ最近少ない量でやれてるっていうのはあのゲームの恩恵が大きいね、うん、でこれはやっぱ流れに乗るように流れていったらあのそういうふうに、まあ、自然となったっていうか、そういうゲームに巡り合えてで楽しい、まあ、状況が作り上げられて、で気がついたら飲む時間がないよみたいな、そんな感じになってるっていうね、流れに任せていった結果ってことだね。これ下手にあの無理して頑張ってやってたらまあ疲弊しちゃってて疲れててそしたらあのゲームも、まあ、あんまり楽しまなかったかもしれないしね、うん、そうすると、うん、思うようにはっていう感じになってた可能性はあるよね。まあそんなところですね。やっぱ喉の調子はねやっぱ依然としてやっぱあるね、喉が詰まる感じっていうのは、うん、こうやって喋る時やっぱ影響が出るね、どうしても、うん、まあそんな感じですかね。で今ちょっとお腹が割と空いてるね。やっぱこんだけ17時間撮ってないとちょっとあれだね。てか昨日のも夜中深夜0時ぐらいに飲みたいなって思った、すごく飲みたいなと思った、うん、だこのぐらい6時間ぐらい空いちゃうとちょっとあれだね、あの結構しんどいね。前の 1.5 リッター絶食みたいに5口減量法で5口ずつ飲むっていうのがやっぱ一番いいね。こういうふうに極端にあの何ない時間を割と長く作っちゃうと良くない、作らない方がいい。だからちょっとずつ飲むのがいいんだけど、まあ、飲んじゃうんだよねどうしても。飲んじゃう。極次減量法はねやっぱできる時とできない時がある、うん、かなり調子のいい時じゃないとできないな、あれ、うん、精神的にすごくあの充実しててやるぞみたいな感じがないとねなかなかできない。うん、とりあえず休憩しとこうみたいな感じの時はね、もうずるずる普通に飲んじゃうね。まあそんなところです。そしたら、絶食356日目完了です。それではまた明日。